主人公、テビエのブロンズ像、屋根の上のバイオリン弾きは、1964年のアメリカのミュージカル、ショーレム・アレーヘムの短編小説、牛乳やテビエを原作としている。テビエとその家族をはじめとして、低成ロシア領となったシュテットルに暮らすユダヤ教徒の生活を描いたものである。この作品には19世紀末のシュテットルの様子がよく描かれているという。 1964年9月22日、ニューヨーク・インペリアル・シアターにて初演。1972年7月2日まで7年9ヶ月3242回のロングラン公演となった。テビエは、ウクライナ地方の小さな村、アナテフカで牛乳やオイトナム、ユダヤ人一家である。停止関白を気取ってはいるがその実、妻には頭が上がらない。 五人の娘に囲まれ、ユダヤ教の戒律を厳格に守ってつましくも幸せな毎日を送っていた。テビエは娘たちの幸せを願いそれぞれに裕福な結婚相手を見つけようと骨を折っている。ある日、長女のサイテルにテビエと、険悪な肉屋のラザールとの結婚話が舞い込むが、彼女にはすでに下手屋のモーテルという恋人がいたのだった。テビエは、猛反対するが、二人は、 右翼曲折を経て結婚する。また、次女、ホーデルは、革命を夢見る、学生当時、パーチックと恋仲になり、逮捕された、パーチックを追って、シベリアへたち、さらに三女は、ロシア青年と、ロシア正教会で結婚して駆け落ちしてしまう。劇中で次第にエスカレートしていく、ポグロムと呼ばれる、ユダヤ人排斥は、終盤で、村全体の追放に至り、テビエたちは、 好きの幹のまま住み慣れた村から追放されるまでになる。原作ではイスラエルの地へ帰還するがミュージカルではニューヨークに向かうところで話が終わる。アーロン・ゼベでエンズル・テビエ1924年アメリカには移民法が成立するなどし移民の流入が阻まれた。そのためにニューヨークにおけるユダヤ教徒の表現活動は次第に東欧出身の一世から二世へと重心を 映すようになっていったと言われる。そして2世以降の若者は、ショレム・アレー・ヘムなどの文学作品をイディッシュ語で楽しむ能力も余裕も失っていった。1960年代に屋根の上のバイオリン弾きがブロードウェイミュージカルとして大成功を収めたのは、英語しか理解しない世代の台頭と、それらの世代の父、祖父の世代の世界へのノスタルジックな回帰。 という時代風潮があったと言われる。ユダヤ系移民に限らず、一世と二世などの世代間の断絶が、アメリカの家庭にとって、極めて切実な問題となっていた時代に、この作品は、ユダヤ系アメリカ人にとどまらず、一般に好評を博した。劇中歌としては、サンライズ・サンセットなどが知られている。1971年、ノーマン・ジュイソン監督、ジョン・ウィリアムズ編曲。 トポル主演で映画化された。アカデミー賞で3部門を受賞している。日本では1967年9月6日、東京、帝国劇場にて初演された。テビエ役は1986年まで900回に、渡り森重久弥が務めた。その後、テビエ役は、上条つね彦、西田敏行、市村まっさちかに移り、 2013年には日生劇場で上演されている。日本版の題名表記は屋根の上のバイオリン弾きである。森重久やエンズルテビエのブロンズ像2013年公演にて、植本淳がアキレス腱断裂により休演したため、3月12日より代わりを務めた。ありがとうございます。